き火飯旅。玄関の北の大地で蝦夷鹿に出会った。はい、皆さんこんにちは。今回の焚き火飯旅、支笏湖に訪れております。まずはビジターセンターを探検してみましょう。 GO!もう着いたのが夕方だったので、綺麗な西日が差し込んでおります。ちびちゃんとちっちゃいちゃんは冒険を始めましたよ。おや、フクロウの剥製を見つけたみたいですね。なんかこのセンター内、いろんなところに剥製があって、ヒグマとか野鳥とかいろんなものの剥製があります。皆さんもお越しの際は天井とかいろんなところよくよく見てください。こちらはなんかね、支笏湖周辺の野鳥の声が聞ける、こんな剥製、これは剥製じゃない、模型のボタン押すとなるーみたいな、これ、お、いってんね、いってんね、コマちゃんいってんね。早い。一個ずつ、ね、一個ずつ、鳥の鳴き声、楽しんでいってみましょう。お姉ちゃん、どうぞ。はい。はい、スタート。いいよ。それでは、湖畔の方までみんなで行ってみましょう。ちびちゃんはもうすぐ走るよね。これ危ない危ない危ない、走るよ走るよ、行ったよ、ほら危ないよ。いつもは2月になると支笏湖は氷瀑祭りっていう氷のイベントがあるんですけど、今年は五老七のせいで残念ながら中止だそうです。でもなんかね、氷柱はなんかね作ってましたよ。なんかゲリラ的に花火大会はするそうです。奥さん、タルマエさんの由来教えて。なんかついてるよ。いや、いいから、タルマエさんの由来お願いします。近い近い。タルマエさんってね、タルマエさんってどうしてタルマエさんっていうの？タルをひっくり返したみたいな感じで、だからタルマエさんっていう、うん、タル、マエさんは、マエは？タル、タルをひっくり返したみたい、うん、アイヌ語でタオロオマオロマイ、川岸の高いところにあるものっていうのが由来です。タルがひっくり返ってます、ね、それ何教えてもらった？アイヌ語でタオロオマイね、タローロイオマイ、川岸の高いところにある。見て、あの子超楽しそう。ほら見て見て見て、ちょっと見て見て、やばいやばい、すごく適当なこと教えるからそういうことなんだよ。ゴンベンのことなんて言ってた？ゴンベンのこと。いいよ。何ゴンベン、何ゴンベン、何ゴンベン、ゴンベン、分かる、ふーたん、どこの赤ちゃん風邪ひいたの？ゴンベンって、ゴンベンの赤ちゃんが風邪ひいたじゃん。ゴンベン、なんていう、あれだよ、言うっていうやつ。それは分かったんだけど、もともとなんていう、あれ、これ、正解はなんだっけ、ゴンベヘン、え、え、正解なんだっけ。そろそろ日が落ちてきたので、帰路に着きたいと思います。え？
ゾウも警戒よ。ゾウ何いたの、動物いたの。イカ。マジ。シカいたんだって。イカいたよ。イカいって言わない。マジ、コムちゃんすごい。マンも見たい。こんな、雪がね、雪が綺麗になる。あの柵のあっち側。ちゃん、鹿見たんならすごいね、マジ。豆腐のグラタン、ザイザイさんだったけど、全然美味しくなかった。おい、痛い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 。え、なんだと思った？なんか今いた。もう目が離せられないね。なんか今いたよ、目の前で。嘘、出たんじゃない？なんか動いてたから。あ、なんかいた。ほんとに？ずるい。なんかいた。ずるい。まあ、動いてた。あ、クジラ、クジラ。そう、びっくりしたよ、まるちゃん。心臓痛い。クジラの話でしょ。上にいるよ。マンチョウとかってなってんの？いっぱいいるよね、マンチョウ。いっぱいいるよ、上に。ほら、いっぱい。え、どれ？あ、ほんとに？出まくりで。すげーいるじゃん。止まって、まるちゃん。止まってよ、まるちゃん。止まってよ。めっちゃいるよね。めっちゃいる、めっちゃいる。ちょっと出まくり。柵あるから気抜いてんじゃない？出まくってる。めっちゃいるとか言って、子供。え、めっちゃいるじゃん。うん。どこに？まだ全然ない。え、今はいない。柵あるとこすごい。後ろ来てないなら止まってほしい。ワイン焼いた。コナルちゃんめっちゃいるとか言って。すごい上にいるよ、うん、ママ。あ、いるいる、ほらいるいる、そこにもいる。見えない。白ケツいるじゃん。いたいた。え、見たい。あ、いたいた。ほんとすごいね。止まってまるちゃん来てないじゃん。もっとちょっといるとこ、そこいたら止まる。そっか、来てないね。え、なんで？すっごい出てる、面白い。やばくない？サファリパークじゃん。あ、いた！いたいたいた、めっちゃ上、めっちゃ上。あ、違うか。いた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 。いた。すごい。え、いるいる。あ、いたいた。めっちゃすごい。やばくる。もうまるちゃんそこじゃない。なんか餌ない？ないよ、あげるだめ。ドーナツ、ドーナツ。いや、ダメ、あげる。ダメだね、ダメだ。キャベツとかになる。あ、人もいる、人。鹿いるのに、こんな鹿と近いとこで。この人すごい。ユタだったりして。キャベツとかならいいけど、食べ物ダメでおかしい。ダメだね。ユタ。飼ってるやつならいいけどさ、他のやつに餌あげちゃダメなんだよ。ダメだよね。ダメだけど、急にあげたくなっちゃうんだよね。前、クマにさ、そうだ、ごめん。すみません。うん。あれとかあったじゃん。わかる、ごめん。いたー！いやー、なしたの、今日すごくない？あー！すごい！もう今くり！もう過ぎてよ、まるちゃん。ギュッと急ブレーキしないと。もう上の方にいるの、上の方に。しかも、小鹿ばっかり。すっごい子供ばっかりだよ。鳥いた。鳥？大きい鳥。鳥は関係ない。あ、いてていてて、ほらほらほら、そこにいる。ほらほらほら、そこにもいる。あっちにも、そっちにも、こっちにもいる。そうだ、写真撮んなよ。全然見えない。あ、いるいるいる。あ、そこだよ。止まってよ、ほら。いたいた。え、見えない。あ、いた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 。見てる見てる見てる。え、こっちの大きいカメラにドアップにすれば。他にはいる？マジすごい、今日すごくない？ママ鹿の赤ちゃん上にいたよ。え、マジで？ママ見えないんだよ。こっから。え、どれどれ？あ、マルちゃんいっちゃうわ。これもう止めて。どうやって止めるのこれ？どうやって止めるのわかんない。わあ、可愛いお尻、白い。なんか鹿ってあれでね。どこにいる？仲間呼び寄せるとか。どうやって？お尻で？とか知らせるの。この日発見したエゾシカは多分ね、30頭とか
40頭とかいたと思います。冬のこの時期、たくさんのエゾシカに出会える支笏湖に皆さんお越しください。ではまた。